はい、どうも、シロです。今回はテオテスカトル1匹です。場所がね、戦闘街だったかな、っていうところです。ちょっと待って、アイテム、みんなに取られちゃったね。あれ、持ってこう、タルバックか。いいな、持ってかれちゃったかな。なんだこれ、収集玉あるの。お土産に持ってこうか。でね、スキルの方は、こんな感じですね。食事の方で、火属性特異をつけてます。なので、非耐性の方が21になっています。で、まあ、攻撃力、防御力の方は、まあ、いつも通りですね。はい。発動スキルも、まあ、装備変えてないので、いつも通りです。ということでね、みんなどこ行ったの？こっちかな？なんかさ、すっごい久しぶりじゃない？こういう感じ。いや、あったね、そういえば、こういう。上にいんの？これ。あったよね、こういうさ、場所。なんかさ、昔こういうカニをさ、倒した気がするんだ、こういうところ。違ったかな？なんかクシャルダウラとかもさ、あぶれあぶれ、これやべえぞ。これやばい。近づいた方が意外と安全なのか。今回も野良の人と一緒に来てます。これはね、私が貼ったんじゃなくて、野良の人がね、貼ってくれたところです。なんかじいさんのテオテスカトル行ったけど、なんか意外とダメージ少ないんだけど、これは、あれ G 級じゃないのかな？G 級のね、テオテスカトルすんげえやばかったんだよ。私も何回か行ってきたんだけど、ほんと嫌い。だいたいどのモンスターでもね、嫌いとかそんなないんですけど、こいつに関してはね、ほんとね、苦手意識がある。ひどいよね、こいつさ。顔の近くさ、攻撃しようもんなら熱いし、体力削られるしさ。やべえぞ、これ。あ、そうそう、この爆発がさ、やばいんだって。しかもなんか、爆弾がつくんだよね。バイオドクターでもさ、つくのかな。お、回復してくれた。ありがとう。お礼しとこう。やはりね、野良の人と一緒に来てるもんだからね、しっかりこう、お礼とかはね、していかないというか、礼儀としてね。爆発するっしょ、これ。ほんとね、怖いよ。で、私、やはりね、こう、手を手使ってる。尻尾をね、行きたい。尻尾行こう、尻尾。でね、根元の方じゃないとね、結構暴れるんだよね、尻尾が。こういう感じで。今回、全然切れなかったんだけど、危ない。まあガードすればいいんだけどさ、たまにはこうやってね、避けていこうか。いた。尻尾の返しがうざいよね。ちょっと、ノラの人の攻撃にね、後ろ行っちゃったよ。拾えるかな？あ、やべえ、やべえ、やべえ。だろうな。やっぱ拾っちゃダメだったね。お、ぴょってるぴょってる。ナイス。やはりね、体験が生きてくるね。ダウン取ってくれたもんね。ナイス、ナイス。怒るとね、ほんと熱いんだよね。よいしょ。あ、来るんじゃない？大丈夫。粉が出るからね、粉にかかると、なんか爆弾とかさ、あれ、ブラキリオスと同じ効果かな？これこれこれ、爆弾のマークついちゃう。で、この状態の時に、あいつの爆破を食らうと、死んじゃう。あ、ね、ほんとそうなんだよ。死んじゃうんだよ。なんかね、テオテスカトルね、結構ね、私、致死率高いんですよ、これ。苦手。いや、下手なのかな、私。うまくね、立ち回れないんですよ。だから今回はね、うまくいきたい。もうさ、ガードできなかったんだけど。お、ナイス！尻尾切ってくれた。グッジョブ！私もね、尻尾張っとったんだけどね。いいとこ取られちゃったね。よし、尻尾から尻尾ゲット。まあ当然だよね。たまにあれなんだよ。尻尾からね、なんかさ、別の素材っつうか、出たりするから、なんか嫌なんだよね。
よし、流撃砲だ。決めるぞ。よいしょ。オッケー。いや、決まったね。やっぱ流撃砲決まると気持ちいいよね。あ、来た来た。私ちょっと今貢献したんじゃない？あとあれかな、羽とかも壊れるのかな、こいつ。よいしょ。いや、最高だね。いいよ、みんな。ナイス。ね、青ゲージだとね、弾かれるね。ちょっともうカメラがどうなってるかよくわからんのだがね。あ、終わっちゃった。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ね、今回どうだったでしょう。いやー、もう本当に手を使ってる。怖い。壊れた怒れない人いるのかなって感じなんだけど。まあね、あの G 級になってくるとね、本当にダメージがね、痛い。まあ、今までは、今までのね、あの、古流以外だとね、意外と大丈夫だったんだけど、やっぱり、こいつらぐらいになってくるとね、相当痛いな。ちょっと、やはりこれね、嬉しさを表現してみよう。これを背にして。あ、ダメだ。あ、間違えた間違えた。嬉しさを表現してみる。ごめんごめん、ごめんね。嬉しさを表現してね。そうそうそう。いや、みんな自由だね。え、痛て痛て。くそ。やられたんだかな。みんな自由だね。いや、こういうのいいよね。なんか、奈良の人たち来たけどさ、こう、シンクロっつうか。なんか、こすり歩くのどうやってやるんだろう。たまにやってる人いるんだけど。どうかな。まあ、いまいちだったかな。あ、いや、待って、いまいちじゃない。砲撃出たね。でもこれ、レア度7ってさ、やっぱ G 級のなんか砲撃あんのかな。どうなんだろう。はい、今回どうだったでしょうか。まあね、あの微妙だったかもしれないですね。私ちょっと立ち回りがね、すごく下手だったかもしれないので、またね、あの次回挑戦してみたいと思います。はい、あ、そうそう、 G 級になるとこの5席かな、うん、これもなかなかいいの出るね。これガイド強化プラス6にさ、スロット2とか結構いいね。これちょっと微妙だね。はい、それではまた次回。シロでした。